皆さんこんにちは、ワールドラバーマーケットのやすんです。今日は伊藤選手に来ていただきました。はい、はい、まあ、ということでですね、まあ、たくさんいろんな動画出てくれてる伊藤選手なんですけど、今日はですね、木製ブルースポンジ、こちらをですね、打っていただきました。はい、というわけで、まあ、実はですね、こう木製を試していただいた経緯なんですけど、本職のラケット、素材用ラケットですね。そうです、はい、素材用じゃない、素材系のラケットに木製を試してもらったんですよ、一回。はい、そしたら硬すぎて全然あかんと僕には合いませんでしたと、はい、クレームが来まして、はい、で、まあ、せっかくワールドラバーマーケット会社に来ていただいたので、もうグッチーさん愛用のビルトーソですね、ビルトーソに貼ったらさすがにいいって言うんじゃないかなと思って使ってもらいました。はい、感想はめちゃくちゃいいですっていうことで、はい、めっちゃって言ってくれたんで、それをプレイに収めてですね、動画を撮ってみましたので、はい、そちらをですね、ご覧ください。それでは、OSP のビルトーソと木製2ブルースポンジ、この組み合わせの、プレイ動画をやっていきます。まず最初はワンコースのドライブですね。はい、注目してほしいのが、球がかなり速いのに軌道が高いっていうところですね。はい、ここ結構矛盾してます。はい、普通は軌道高かったら遅いっていうのが、まあ、結構多いんですが、この組み合わせの場合はしっかり球は跳ね返す、でも球は持つっていう非常にですね、嬉しい2つの性能を兼ね備えてくれています。次はドライブ対ドライブをやっていきます。はい、こうやって見ていただいたら、分かると思うんですが、伊藤選手のドライブは非常に軌道が高くてですね、やり慣れてる私も、あ、これいつもと球が違うぞっていう形で、非常に返しづらくてですね、めちゃくちゃ下がっております。はい、下がってループドライブのような引き合いしか返せないというような、まあ、ちょっと癖のある引き合いができていますね。まあ、これは粘着ユーザーの方からしたら、まあ、褒め言葉のような、形で、骨線の高さが非常にやばいために、相手が取りにくいっていう、いい状態を作り出してくれています。はい、これはビルトーソの玉持ちの良さ、それから木製2ブルースポンジの回転性の引っかかりの良さっていうところですね。次にループドライブを、ちょっと見やすいアングルからやってみます。はい、この横からのアングルでちょっと軌道の方をよく見てください。打った瞬間に球をグッと掴んで、弧線がギュッとできているのが分かります。弧線は高いんですが、回転量が高いためにしっかりと沈むように相手のコートにグッて落ちてくれている、こういうところに注目してみてください。まあ、伊藤選手そんなインパクト強くはないんですが、その軽いタッチでもこういった球が出ているっていうところが一つ大きな魅力になります。はい、そんなにインパクト出てないんですが、めちゃくちゃいい弧線で理想のループドライブっていうような形ですね。今度は厳しい姿勢でループドライブやってみました。わざと詰まってもらってるんですが、まあ、詰まっていて体をしっかり入れれない姿勢なので、手打ちというような形ですね。正直腕だけでループを上げているような状態、こういった状態でもめちゃくちゃ簡単に楽々上がってくれます。もうここはもうビルトーソの玉持ちで、5枚合板ならではの柔らかさと木製2ブルスポ の回転の強さ、こういうところに依存しています。次に、カウンタードライブをやってみました。まあ、私でランダムドライブ打ってるので非常に難しい、メニューなんですが、まあ、ここはですね、ビルトーソの押し負けなさプラス粘着ラバー、硬い粘着だからこそのカウンター能力の高さ、こういうところが生きてきています。非常に、まあ、その強く振ってないのに伸びるカウンターができています。まあ、ここはもう粘着ならではのカウンタードライブの強さっていうところが前面に出ていますね。この組み合わせ非常に扱いやすいので、きつい姿勢でも楽にカウンターができてしまいます。これですね。はい、まあ、明らかに詰まってるんですけどね、がっつりカウンターされちゃってます。はい、次に大状況だっていう形でストップを打ってもらいました。正直伊藤選手こう払いとかフリックとかめちゃくちゃ苦手なんですけど、あまりにも台上がしやすいということで急遽この撮影に臨みました。はい、台上で強打が簡単にできてしまいます。まあ、ここはラバーが硬いのでしっかり球をパッと離して弾き返す感覚で、ビルトーソの、なんていうんですか、芯がある感覚で、厳しい
ところでも、強インパクト出しやすいところ、なんていうんですかね、本当にそのそれぞれラケットもラバーも難しいところって絶対あるんですが、難しいところが一切出ない、いいところばっかり出ています。はい、まあ、ちょっとここからオールなんですが、もう球威がすごいんですよね。伊藤選手どっちかっていうとふわふわループドライブしてブロックで回してっていう感じなんですけど、あまりにも扱いやすさがすごすぎてボコボコに打たれまくりました。もう私も伊藤選手にこんなボコられたことあるかなっていうぐらいボコされているこの映像をちょっと見てください。はい、どんなカウンターしても触ったら入っちゃうっていうような感覚で、もう非常に気に入ってたんですよね。どこからでもフォアハンド攻撃できちゃうよっていうような感じです。で、はい、そうなんですよ、私も今ハエってつぶやいてるんですけど、そうさらっと打った球がめちゃくちゃ走ってくるっていうような感じですね。もうこの組み合わせ絶対粘着を使っている人には一回試していただきたい、本格派の粘着ユーザーの方には絶対おすすめの組み合わせになっています。ビルトーソの5枚5番と思えない弾み、さらに扱いやすさで持ち上げ球を持ち上げる力で木製の性能、もう素晴らしい組み合わせになっています。はい、絶対使っていただきたいと思います。はい、プレイ動画いかがだったでしょうか。まあやりたい放題やられた感のある私ですが、いやマジでえぐいと思って、まあそのえぐかった部分をですね、今一度伊藤選手にちょっと解説していただこうかなと思います。使った感想どうでした。はい、一つ目にやっぱり回転量がすごい多いかな、うん、めちゃくちゃ多かったなって感じ、うん、めっちゃ多い、はい、気がしました。やっぱりツッツキを上げるときにすごいこう擦れて、でも、うん、打った瞬間にもうあこれめちゃくちゃかかったみたいな、あかかったって言った瞬間に僕ブロック弾き飛ばしましたからねせやろっつって、もうそれがもうめちゃくちゃ感動しました、はいはい、俺の知ってる伊藤の球じゃないと思ってマジかと思ってそうとにかく回転かかる、まあ、あのスポンジも固めですので、うん、それだけこうグッて擦るように打った時の回転量も凄まじいものがあるということですね。はい、じゃあ次行きましょう。はい、2つ目は軌道がすごく高く出る、うん、出たということですね。こう打った瞬間にもうすごい山なりでこう、はい、相手のコートに行って、でもちょっと山口さん取りづらそうな感じしてたんで、うん、多分相手にしたらすごい嫌なボールなんじゃないかなと思いながら、はい、打ってました、はい、なんですか、高いっていうのが、まあ、いい風に捉える方も悪い風に捉える方もいると思うんですけど、まず高いことで、まあ、当然ミスしないですよね。そうですね、はい、もうネットを超える安心感がまずめっちゃ高いっていうのと、うん、もう一個がここ大事だと思うんですけど、そう軌道の高さプラス1個目に言った回転量あるじゃないですか、うん、あそこでなんかこういう分かりますギュンみたいな、な二足って言ってるんですかね、はい、バウンドしてからの変化というか伸びというかあれがすごくて、いつもより、うん、いつもすごいんですけどさらにすごくて、はい、あのループドライブを打ってもらってちょっと軌道の変化見ようよって言って撮影しながら言ってた時に僕キャッチしようとしてたんですよ、キャッチできないっていうボール後ろ行ったわと思って軌道やばと思って、軌道が読めないぐらいなんかその変化するんですよね。やっぱり回転量の高さプラス高く飛んできてそのままポーンって跳ねるんじゃなくて高く飛んできてギュンみたいなところも軌道の高さプラス変化みたいなのが出てて、これもめっちゃ取りにくいですやっぱり。で思ったよりかかってる、もう当然思ったよりかかってるっていう部分がすごかったんで、はい、マジで取りにくい、これ伊藤の球かそればっかりはい、 OK で次行きましょうか。3つ目は台上がすごくしやすかったですね、はいはい、こうフォア前に来たボールをこう打たせてもらったんですけど、はい、まあ、普段僕そんなにフォア前に来たボールバーンってしばくタイプじゃないんですけど、うん、これで打った時にもうめちゃくちゃ6球ぐらい連続でパン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 って入ってもうそれ台上もこんなしやすいんやと思ってめちゃくちゃそれも感動しました、はい、そうですね、まあ、基本的に固めのスポンジ固めの粘着ラバーって台上しやすい傾向にあるんですよね。やっぱりそのまあブツってつっつき切ったりとか硬さを利用してパンって弾いたりとかしやすいんですけど、それがめちゃくちゃ顕著に出てたなと、うん、だってフリック初めて見たもん
たまにありますよ、こうほわって押し込むの、うん、そうそう、ただそういうタイプなんで、今日やったのは一発でパチンってえっと思って、うん、そんな球初めて見たと思って後でオールしてる時も気持ちよくやられましたそうですね、もうそういうのはすごいですよね、はい、台上技術、うん、まあ、ここはもう固めの粘着ラバー、まあ、本格派の粘着ラバーならではかなというところですね、うん、はい、まあ、特徴としてはそんな感じですかね、まあ、特に気に入った部分というか、はい、これすげえななった部分っていうのはそんな感じですかね、はい、でも伊藤選手本来硬いラバー苦手なんですね。そうですね、あんまりインパクトが強いかって言われたらそんなことないんで、うん、やっぱり硬さ感じて、うん、しまう。そうですよね、はい、でしかも普段使ってる本職のラケットが素材が入ってるタイプだから余計に硬く感じますよね、硬、うん、いラバーが。だけどまああれですよね、ビルトーソー合わせちゃえばもうこの組み合わせですよね、うん、この高級な組み合わせにしてしまえば、はい、あのそう感じない。そうですね、もう全然硬さ感じなかったです、はい、僕でも全然使えるなって、うん、もう使えるなどころか生き生きしてたね、うん、振り回してたねっていうのがまあいいかなっていうですね。まあとにかく感動する感動がもうすごい、もうやっぱりこう、うん、さっきと言ったことと被るんですけど、こうつっつき上げてこう、はい、球持ってグッてかかった感じもすごいいいし、はい、まあ、はい、そのつっつき切ったりとかストップ切ったりとか僕結構するんですけど、はい、それも安定にやりやすかったし、はい、もう結構文句ないラバーですね、うん、はい、あの最初に会社来てもらってとりあえず打ってみようよって言って試打してもらったんですよ、はい、なんかいろんなラバー貼ったんですよね、粘着テンションのラバー、うん、あの今主流になりそうなものとかいろんなタイプの粘着テンションをビルトスに貼って打ってもらったんですけど、木製の感動がすごすぎて、うん、これがいいって次の試合これで出ようかなと、もうほんまにもう本職で全然使いたい、その試合になったらどんな感じなのかなって、はいはいはい、早く試したいですね、はいはい、でまあ、ぶっちゃけ今回試打したラケットのグリップタイプがあの好みのタイプではないんですけど、それでもいいから早く使いたいですそのぐらい感動したみたいで、本当にありがたいことなんですけど、あの最初に使ったお試ししてもらった木製ブルスポアなんやってみたいな、なんか全然違う感じ違う感じになっちゃって、もう本当にやっぱりこのまあ木材5枚合板ビルトーソとこの固めの粘着木製っていうのは木製ブルスポアですね、もう本当に鉄板の組み合わせ、もう絶対いい、これはもう誰が使っても外さないっていう組み合わせなのかなっていうところですよね、はい、はい、まあ実はもう US オープンの前からグチさんずっと愛用してる、組み合わせなんですけど、もう本当に粘着ラバー使ってる方全員試してほしいですよね。はい、そうですね、はい、もっと飛ぶの普段はイメージとしては使ってると思うんですけどね、はい、全然もうなんか不満がないということで、不満がないですね。別にそうですね、回転がやっぱめちゃくちゃかかるっていうのがやっぱりもう、はい、自分の中ではかなり大きなメリットっていうか、はい、もうそれもうそれでめっちゃ使いたいってなったんで、はいはい、回転めっちゃかかるで使いやすい、使いやすい、はい、はいね、はい、で球走る、球走る、はい、カウンターもしやすい、カウンターもしやすい大丈夫、強い悪いとこないじゃん、はい、悪いとこない朝から木製の話しかしてねっていうぐらいこの話をしてるんですけどもう本当にいいですねって感動していただけたんで、はい、まあ、ぜひ皆さんにも使っていただきたいなと、はい、思います、はい、ぜひ皆さん一度手に取ってみてください、ありがとうございました。